い。エコーは使います？ガクラジカッコ仮。皆さんこんにちは。この1週間いかがお過ごしでしたか？沖縄県沖縄市コザにコザにあるラジオ局 FM コザで毎週日曜午後5時からお送りしておりますガクラジカッコ仮。本日もツイキャスユーストリームと合わせて放送していますのでよろしくお願いいたします。番組に対する質問、感想、リクエスト等のコメント、メールをお待ちしております。メールアドレスは 761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp となっております。懸命にラジオネームを忘れずにご記入ください。はい、はい、今日の、パーソナリティは沖縄リハビリテーション福祉学院理学療法学科1年のカズがお送りしていきます。はい、なんかいきなり声が変わったなとか思う人もいるかもしれませんが、今日なんとゲストが来て、ゲストさん、ゲストかな、はい来ていただいてます。はい、紹介をね、自己紹介お願いします。はい、というわけでもう初めてのラジオでとっても緊張しているのですが、あれあれなんかめっちゃいい声で慣れてますみたいな、はい、最初のオープニングの声の人と一緒。とっても緊張しているのですが、保育士をしておりますリンと申します。よろしくお願いいたします。久しぶりですよねラジオは。初めてですね。嘘つけ。いやー本当にね、こんな緊張するものなんですねラジオって。落ち着いてますね。毎日毎週やってるはずの声が震えちゃった。とっても超怖いね。毎週やってるはずの数より冷静に対処してる。いやーもう噛んじゃったね。大人すごい。はい、というわけで、はい、茶番はこれぐらいで、はい、皆様お久しぶりでございます。はい、約1ヶ月ぶりの登場となります。そうですね、はい、まあ、卒業したんですが、はい、元キリタン生のリンでございます。はい、ですね、まあ多分さっき確認したら6月の28日28日、うん、からもう出なくて28日かな。リンさんはもうあ、まあ、21日から21日で終わり、どういうことだ、どこだろう、うん、ですね、カズとユカちゃんが一緒に放送したのが、うんうん、6月の28日が最後。ほうほうほう。もうね、なんかいつの間にかガクラジこんな過疎化しちゃいまして、はい、ですね、リンさんはですね、どこ行った、あ、5月の10日かな、5月の10日に1回お越しいただいてます。ラスト、ラスト最初のゲストで、あ、はい、じゃあ2回目ですね、私2回目ですね、2回目ですね、そうですね、あ、やっぱ2回だとやっぱ緊張しますね、全然ね、もうあれなん、あれラジオ歴何年ですか。もう本当にね、とっても緊張して今何を喋っていいのか全くわからないんですけれども、2、3、1、2、3、はい、あれ、まあ、今回はゲストということで5本指収まる、はい、おかしいですね、その計算はおかしいですね。あ、指が全部曲がる。はい、じゃあ初心者のリンと、カズがお送りしておりますので、はい、よろしくお願いします。おかしい、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 いいんですよ、仕切っていいですよ。おかしいね。今日は2人でお送りするということで、はい、今日はジョンじゃない、カズとリンさんの2人でお送りしていきたいと思います。はい、お願いします。はい、それでは今週あったこと、はい、今週カズは、うんうん、そうですね、そんなにそこまでいつも通りの、うん、日常生活だったんですけど、うん、そうですね、昨日ですね、誕生日はかなり前に終わったはずなのに昨日サプライズで誕生日パーティーをされてえ、お友達に、あ、そういうことか、そういうことか、おとといか、おととい金曜日に、うんうんうん、みたいな、待って待って待って、ちょっとかなり過ぎてるはずなんですけど、うんうんうん、みたいな、でもなんかすごいあっちは盛り上がってるんですよ、うんうん、いや誰の誕生日みたいな
待って待って違うからねいやでも自分もそうだった。11月10月ぐらいにやったから、うん、結局9月だけど、うん、いやでもサプライズでやられました。やられた。なんか学校で急に、うん、なんかあリン忘れ物してるよって言われて、うん、前のクラスに、うん、あマジでじゃあ取りに行くわって言って取りに行ったら誰もいなくって、あいつ嘘だろふざけてんじゃねえぞって思いながら下に行くとなんかパーンみたいなおめでとうみたいな足止めだったんですよねなんか、まあ、自分がすごい冷静なのか何なのかわからないんですけど、うんうん、もうなんか誕生日かなり前に終わって、うん、あありがとううんみたいなありがとううんみたいな感じで、うん、なんかもう主催した友達、いつも行動するお友達、うんうんうん、自分合わせて4人いるんです。その3人がやってくれたんですが、うん、その3人で盛り上がっててああおーちょっとなんかもともとずらしてやろうと思ってたらしくて、うん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 、前自分の前の誕生日の子がもう確実にサプライズっていう、うんうん、ちょっと前日にの夜ぐらいにやって、うんうん、まあ、近いからいいかなみたいな、うんうん、でやったからの日そんなに置かないで自分の誕生日だったんで、あなんか一日ずらそう、なんか少しずらそうぜってなって、うん、かなりずれたってこれが専門学生のこの予定の無味さですよ、はい、まあ、学生なんてそんなもんだよ。去年の高校の時の誕生日の時も7月の誕生日なんですが、うんうん、11月あじゃあ2年の時かな、11月ぐらいに祝われて、うんうんうん、ええ2人でちょっと部室にいたら、その子と2人で違うこの一緒に祝われたこと、7月8月で祝われたんですけど、一緒にいたらなんかいきなりバンって開けられておめでとうって言われて、何がみたいな何がなるよね、なるよね、わかるわかる。したらかなり遅れたけど、いや半年ぐらい遅れてるよみたいなで言われたことがあったんで、うんうんうん、で今回のサプライズでなんか車の中にめっちゃ風船詰められてて、うん、車の上にも風船貼られてて恥ずかしいななんか準備してる人たちが恥ずかしかったみたいで、うん、だろうね。いやめっちゃなんか今日数手前側に車止めてるからもう道の近くに止めてたんですよ、うん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 、駐車場が近かったので近いところに止めようと思って、うんうんうん、そこでやってるからもうジロジロ見られるわ恥ずかしかったって言われてそうなるよね。そうなのねみたいな、うん、いやうん ありがとううんいやごめん何とも思わないぜなんて何とも思わないぜなんかもう視界思考が違うところに飛んでて、うん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 、斜め上からの思考みたいな俯瞰で見てるみたいな感じ。ごめんとりあえず風船を片付けていいですかそこでなそういう風にやったらダメなんだよそう言われたんですよ姉ちゃんにも。でもなんか冷静っていうかなんか、うん、後から来るんですよ自分の場合、うん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 、後からああ嬉しかった嬉しかったってなるんですけど、その時にはならないんですよ一番なんかダメなやつ感情が出ないじゃないですかそれ。そう申し訳ないっていう、うん、まあそっかそういう風に祝われて、はい、あれだったんだね。そうかなり風船を詰められてたもんで、うんうんうん、運転席のところに詰められてたんですよ本当は、うんうんうん、全部後ろにどかしたら後ろが埋まってしまって風船で見えない。いやとりあえずお前らなんか何個5個ずつぐらい風船持って帰れって言って嫌だって言われて、いまだに風船が車の後ろに乗ってて、いや片付けろよまあそんな話の後にこれを渡すのもちょっとあれかなとは思うんですけど、私はですね全然会ってなかったので。ああそうですね、はい、申し訳ありませんね。遅からながら誕生日プレゼントでございます。いいですか。はい、ありがとうございますちょっとね一応持ってきてはいたんだけど、おマジかってはい、ああそうストラップをかわいい作ったんですよ。レジンですか。そうレジンで作ったんですよ。おーかわいい。ちょっとなんかあ何も用意してないと思って実は、ね、何も用意してないと思って。いやありがとうございます。何かしようと思って、なんか最近このレトロ系がなんか多くて使おうと思って、なんか姉ちゃんの学園祭の時に買ったやつ、うんうんうん、前の時に買ったやつをつけてたら、うん、鍵だったんですけど、王冠の鍵で、クラウンのなんかね、王冠の上の方がなんか少なくなってるなって思い始めたらなんか
徐々に壊れてって折れてしまって新しくつけてありがとうございます。いえいえ、どうぞ何かに使わせて いただきます。はい、はい、そっか、こういうあったね、なんか今週の出来事的な最初のオープニングトークね。私はずっと忘れてたから何も考えてなかった。もうちょいなんか感情を表に出せるように頑張っていきたいと。うん、頑張って。なんか周りがね、そう、周りが騒いでしまったら冷静になるタイプなんで。やめろよ。騒いでる本人たちがちょっと恥ずかしくなっちゃうじゃんそれ。こんな感じで、はい、あ、なんかツイキャスしてますね。あ、ありがとうございます。お久しぶりでございます。お久しぶりでございます。沖縄大好きさん、あ、初めましてなんですねって、嘘つけーって言われました。いやー、あ、はじめまして。いやー、バダック&ターレスさんの時しかお会いしてないですね。ね、お会いしてない。そうでもないんだけど、実は違うんですよ。実はそうでもないけど、はい、はい、そしてカズさん、風船ならまだいいと思うよ。うん、僕の同級生とか車に風船じゃなくて車にケチャップとマヨネーズで文字書かれていて、それは多分ね、祝われたんじゃなくて嫌がらせされたんじゃないかなって思うんだけど、どうなんだろう。その後洗車しに行ったら目立ってたよっていうことで。いや、そりゃそうだよ。まあまあまあ、嫌がらせにならない程度で楽しみましょう。そうそう、風船は可愛かったですよ。うん、ケチャップはまだいい、マヨネーズ油分だからね、うん、言っとくけど、そうね、そうね、一旦洗車していいかなみたいな。とりあえずねって、ワイパーで拭いた瞬間終わりだからね、こんなのね。ビヨーンビヨーンってなるからね。はい、風船はでも必要でしたら学校の皆さんに配りたいぐらい後ろに乗ってるので。はい、じゃあ早物勝ちで早物勝ちで学校に来て、どうぞどうぞということで。はい、リンさんはどうでしたか、この2ヶ月。いや、オープニングでまとめるにはちょっと短すぎるな、それは。じゃあ後から聞いていきますか。あ、うん、うん、OK、分かった。はい、じゃあ一旦曲に行きたいと思うんですが、はい、そうですね、喋りすぎてて、やっぱ相手がいると喋っちゃうので、まあまあまあ、一人だったら何も喋ることないんですが。それもあるよね、確かに。そうそう、相手がいたら喋っちゃうんですよ。で、曲を選んでいないっていう。な、そう、ところでテーマはと来てるのですが、今回のテーマはフリーだそうです。はい、はい、なんか私も知らない間に新しいコーナーができているとかできていないとか。そうなんですよね、そういう話もあったりなかったり、なんかあるんですよ、コーナーは。あるらしいっす。さて、リンさん、なんか聞きたい曲ありますか。ほら、こういう風に振るんだよ。いや、ゲストさんなのでね、曲は流さなきゃ。そういうことはね、あのラジオ始まる前にいいな。始まるギリギリ前に言いました。いや、それはもう始まってたじゃん。始まってないですよ。おかしいな。はい、では、いい曲を見つけたので。あ、マジで。はい、こちらから流していきたいと思います。はい、はい、ルミちゃんで夏の終わり恋の始まりです。どうぞ。もうね、緊張しすぎてね、携帯すらも触れなかったよ、私。携帯すらも触れなかったよ、いつも触ってたけど。ね、初めてのラジオ。初めてのラジオ、本当に。あ、皆さん、こんにちは。こんにちは。ちょっとね、食レポかっこかり。かっこかり。ん？なんか不穏な雰囲気がありますけれども。よいしょ、騒ぎなさい、カズさん、ということで。皆様、ね、うんうん、うん、コーナーを作る使う時間もないと。あ、でも確かに、うん、まあ、そこまで来るとしなくていいんじゃないかな、確かに。別にね、コーナー使わなくてもね、時間がつなげるんだったらそれでもいいのかなって思うんだけど、もしくは曲1曲減らすとかさ。
か他のラジオとか聞いてると、あ、じゃあここで一旦 CM ですピンみたいなね、あれも割と OK なのかなって思ったり思わなかったりするんだけど、どうなんだろうね。できれば3曲流したいよね、休憩が欲しいよね。終わっちゃったね。まあいいさ、終わることもあるさ。食レポかっこ仮、うん、なんか買ってましたね。なんかこういうのってさ、あ、いいよ喋ろうか。詳しくいいですよ、パッケージから褒めちぎるからまず。見てくださいこのパッケージって言い始めるから最初に。もう具体的にパッケージで5分潰すから。きっとねやってくれるはずだよ。はい、リンさん元気そうでとありがとうございます。沖縄大好きさん、バーダック&タレスさんの方でよろしいでしょうか。この人だったか覚えてないんですよ、あんまりこの誰が誰だったかみたいな。ありがとうございます。いつの間にか沖縄大好きに戻っているんですね。ほうほう、戻れることになりました。沖縄が嫌いだった頃があったのかな。じゃあそういうこともあるよね、わかるよ、まあ、分からんけど。はい、どうしよう、この2ヶ月間の話をするってなってもなんかあるかな。ソフトバンク、長生市、道の花、赤道ラーメン、和受け材木店、ウエストマリン、オルカ号。ああ、でもそんなに変わってないね、思ってたよりも変わってなかった CM が。なんかあるかな。あー、じゃあ懐かしいやつ聞きたいな。なんかあれとかは、青いベンチとかの、あのテゴマスじゃない、ちゃんとサスケの方サスケの方、本家の方、カバーじゃない方。はい、サスケの方、あ、あった、ありがとうございます。なんか久々でロレツが回らない気がする。ロレツ、素材上よし、あ、メール書いてきますって、ありがとうございます、メールお待ちしております。はい、ただいまお送りした曲はグミちゃんで夏の終わり恋の始まりでした。はい、この番組はガクラジカッコカリ、本日もツイキャスユーストリームと合わせて放送しております。5時から6時までの1時間、残り40分ぐらい、そうですね、はい、お付き合いください、よろしくお願いします。ゲストで私来てます。私とは誰でしょう。私来てます、はい。はい、ということで、はい、今日は勝と凛の2人でお送りしていきたいと思います。はい、うん、はい、あ、そうそう、メール、はい、あ、メールは、アドレスの方、あ、はい、メールアドレスは761 @
fmkoza.jp、 すべて小文字で 761@fmkoza.jp となっております。懸命にラジオネームを忘れずにご記入ください。はい、はい、そして、はい、ツイキャスとユーストリームの方でも配信しておりますので、そちらの方でもぜひコメントたくさんいただけたら嬉しいです。くね、はい、くはい流すなよOK、 はい、あ、メール返してきますということで、はい、沖縄大好きさんありがとうございます。わざわざ申告してから行くこの律儀さ懐かしいですね、ありがとうございます、はい、いやもう初めてだからね、メールとか来ないと全然やっていけないんですよね、本当にね。え、懐かしいって今言った。メール返ってきますっていうこう深刻さ、懐かしいですねって今言った。はい、ということで、この2人で今日のテーマはフリーということで、はい、リンさんの空白の2ヶ月間についていや実はね、語りを聞いていきたいと思います。ラジオから失踪してたんですよ私はい、ということは置いといて、でどうですか、仕事の方保育士さんということで慣れてきましたか。はい、もう2ヶ月経ったらね、さすがになれますか。さすがにね、なんて言うんだろう、身体的には余裕が出てきたよねあ、もう死ぬかもしれないって思うような疲れはなくなってきたよね。ただやっぱりね、仕事の方はイベント一つ一つがまだね、初心者なので私。そうですね、そう1年目なので全部今から来る行事が一番最初じゃないですか、はい、初めてだから、そこら辺はちょっとついていけないところで目をかけてるところもあるんですが、そうですね、はい、この縁の独特のね、そうそうそう、行事とかこの行事の仕方によっても違いますからね、うん、それがやっぱりねまだ難しいところだなとは思うんですけれども、元気にやっておりますので、はい、はい、大丈夫ですよ、はい、生きてますよってことだけ。生きてますよそう2ヶ月って言うけど、なんていうの、縁のことって喋っていいことと悪いことがあるじゃないです、うんうん、で勝手に言うこともあるじゃないです、うんうん、って考えるとあんまりみんなに言うことはないかな。そうですよね、うん、なんか最近授業でもいろいろ聞いてんですけど、うんうん、自分たち医療従事者っていうことで、うんうんうん、あまり喋らないでって言われたので、そうですね、学校行事以外は喋らないで行こうとあ、このなんて学園祭がありますとか、うん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 、オープンキャンパスがありますっていうことは喋れるんですが、そうですね、この実習がありますとかそういう話はできない、うん、あ、そうなんだ。そうですね、それもダメなんだね。あまり喋らないでほしいなっていう、個人情報とか入ってきたりするので、まあまあまあ確かに、どこどこでっていうのまで行っちゃったらね、確かに、そうそうそう、他の人も聞いてるわけですからね。そうそう、難しいなって思って、じゃあ喋らないとこうと一番ね、分からなかったら喋らないのが一番いいんだと思うんだけど、ね、私がじゃあ言えることは、うん、はい、もうね、子供たちにメガネを触られまくってですね指紋だらけになってしまいましたということですかねコンタクトしないんですか。コンタクト最初してたんですよ、はい、うん、してたんですけど、外遊びとかよくやるとやっぱりホコリが入ったりとかして、もうだんだん目が分かるかな、なんかガサ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 してきて、ちょっとこれダメだなと思ってメガネに切り替えたんですね。でもメガネはメガネでやっぱり触られる、触られる、もうね、みんな興味津々で触りたがるんですよ。何歳児ですか。あ、0歳。0歳児は触りますね。はい、まあ全員触るんですけどね。先生のメガネ何みたいな、これ何横から掴んでって思うんですよ。そうそうそう、必ず前から行くんですよね。しかも触るだけなんですよね、うん、ベタベタとベタベタと、まあ内側触られたらちょっと拭くの、ね、難儀だけど、うん、そうそうそう、だから結構な頻度で拭いてますぐらいなことですね。はい、はい、そして沖縄大好きさんが、はい、僕も学生の時に守秘義務には気をつけるよう言われたよっていうことで、うんうん、利用者の個人情報とかっていう、そうですね、そうですね、同じね、医療従事者なのでね、うんうんうん、またね、こういうのはやっぱりラジオでは絶対流さないようにはしていますから、うん、そうそうそう、そうですね、うん、電波乗せたらアウトですからね。そうそう、主に言えるのはやっぱ自分のことですかね、仕事のこと、うんうん、こんななってますよとか、気持ち的にどうですよとか、気持ち的にどうですよとか、メガネが壊れそうとかメガネ壊れそうなんですか。そう、メガネが、あ、なんかね、やっぱ引っ張られるとね、だんだんこっちがフレームが緩んできて、あの下向くだけで今、ポロって、わかります、わかります、うん、そうなるんですよ。それがちょっとあれかな。メガネの先生方いないんですか。いますよ。もうその方にどうやってますかって、やっぱり2個持ちとか。ああ、2個持ち、うん、私はコンタクトとメガネでやろうと思ってたから、うん、メガネ1個あでコンタクトみたいなセットで行ったんですけど、コンタクト結局使えないじゃないですか。そうです、ね、毎日のようにメガネを触られ、まあ、外で遊ぶ場合は使えないかもしれない、うんうん、中では使えるんじゃないですか。ほとんど外なんですよ。なんて言うんだろう、やっぱり外で遊ぶのが基本な縁っていうか、なんか、うんうん、あ、
もう雨の日にコンタクトみたいな外で遊べないからよし今日はコンタクト、今日はコンタクトだみたいな余ってるんですよ、そうワンデーコンタクトがいっぱい、そうワンデー使わないかったらあります、残りますからね、残るからね、まあどっかで、まあ、使えるんですけどね、うん、使おうと思うんだけどね、はい、めんどくさくなっちゃってね、うん、わかるかなこの、わかります、うん、もうコンタクトつけたら外すのがめんどくさいんですよ自分の場合、そうそうそう、目薬入れるのがめんどくさい、そう目薬入れないんで怖いなこの人、取るときにあ取れないと思って目薬入れて浮かすみたいな、うもう目に悪すぎてやばい、まあ、こんな感じでやっぱりね、なかなか、はい、空白の2ヶ月間は仕事頑張ってましたよぐらいで、はい、そしてメール届いてます、はい、あ、 ありがとうございます、はい、ラジオネーム下歌大好きさんから、はい、カズさんこんにちは、今日はゲストに番組に一あ番組ゲスト番組に一緒のリンさんが登場しましたね、うん、なんだか久しぶりだと思いますが元気ですか、元気ですかノーコメントで僕もずっと、番組聞いているしカズさんとリンさんで番組を盛り上げているのが一番の思い出ですかね、いっぱいありますが、去年の FM 講座で初めて見たのを覚えています、いつか FM 講座で久しぶりに見に行ってみ会ってみたいな、では夕方のラジオ時間まで聞いています、続いて、うん、PS 今度カズさんゆかさんにリンさんのセクシーな足でリンさん、あカズさんリン、ゆかさんリンさんのセクシーな足をマッサージしてあげようかなっていうかな、はい、はい、噛みすぎだね、いやちょっと難しいんですよねいやいや難しくないね、大丈夫だねすごい噛むね、喋ってて、うん、あれちょっとおかしいっていうところが、うんうん、あのおかしいって思って読み返したらおかしくないっていうところがたまにあるんですよね、あどこで区切っあ違うみたいなそこをね瞬間処理能力で頑張らなきゃいけないんだよ本当は、でも最近ねちゃんと結構喋れる、あそうなんだ、相変わらず噛むなって思ったのに読むの上手になってきましたよそうなのかな、そうなんですよ、前までは、うん、みたいな感じだったんですけどねすいませんね、はい、島田大好きさんこんな感じで朗読テストに使ってしまって申し訳ございません、はい、はい、そして、沖縄大好きさんから来てますよ、やりましょうか、ラジオネーム沖縄大好きさんからです、はい、カズさんリンさんこんにちは、こんにちは、はい、ラジオネーム沖縄大好きです、あリンさんラジオ初めてなんですね、あそうなんですよ初めまして、デュストスケはい、何を申しておるのじゃというわけでリンさんがお久しぶりです、久しぶりです、はい、そして今日のテーマはあ財布忘れたと思って自宅に引き返したらズボンのポケットに入っていた話、うん、ではなくテーマフリーということで、あそうなのフリーなのでもたまにありますよね、ね本当にあるよね、はい、リンさん改めましてお久しぶりです、はい、元気でしたか、この前はジョンさんが来ていたらしいけど、うんうん、今回はリンさん、わーい、どんなトークが広げられるのか楽しみです、僕も介護の仕事を決まってからは失敗しまくりですが頑張っています、では最後まで放送千葉利用、ラジオネーム沖縄大好きでした、ではギャラリーから見ていますということで、お久しぶりです、お久しぶりですなんかガラスがとっても傷ついてて見えないけどいるのはわかります、こんにちは、お久しぶりです、はい、ということでリクエスト曲にドイアンナさんの曲をリクエストいただきましたので、はい、そうですね、どうしよう、リンさんの流してからにしようかな、そうですね、土屋アンナさんですね、多分ね、あ、そうですね、うん、もう焦りすぎだよ、ドヤドヤアンナ、土屋アンナさんの、はい、スイッチオンですかね、スイッチオンですね、はい、大丈夫学生大丈夫、もうなんか英語で書かれた時点で、うん、よし次今度時間空いたら読もうっていう、おあツイキャスが一旦終了してしまいました、申し訳ございません、はい、ということで、はいはい、大丈夫ですか、はい、ツイキャスが一旦終了してしまいましたが今ちゃんとつきましたので大丈夫でしょう、はい、はい、こんな感じで2人もメールを送ってくださりありがとうございま す、はい、いますこの時間にね、みんな暇なのかなあれ違ういや私何も初めてなもんでえどれぐらい来るのかとか分かんないんじゃないですか、やっぱりやっぱり分かんないから、嘘つけー、うん、ねちょっと違いすぎるからはい、はい、リンさん1年ぶりです、1年ぶり1年ぶり、そんなに、いや初めてなんで、ええもう突き通さないでちょっとここまで来たら言わないといけないかな、ごめんなさい、もういいよ、はい、そうですね1年ぶりではないですけど、はい、1年ぶり
ではないですよ。お会いするのかってことですかね。あ、そういうことか。そういうことじゃないですか。びっくりした。いや、合ってるよ。合ってるじゃない。そうか、初めてだったって嘘つけ。ごめんなさい。はい、もう面白くないからやめよう。面白くないからね、はい、あ、これは去年っていうことで。はい、あ、そうかそうか。いや、お久しぶりです。本当にやっぱりね、はい、みんな就職してるんだね。そりゃね。仕事をしてるんだね。いや、疲れるね、仕事って。いや、でも自分は癒されに行ってるんですよ、はい、あ、まあそうですね、はい、もうなんて言うんだろう、仕事しに行ってるもあるんだけど、うん、子供たちに癒されに行ってるっていうのもあるから、まあ、疲れるんですけどね。疲れるんだけど精神的には楽なのかな。あ、まあ楽しいのかな。自分の好きな仕事をするっていうのはいいですよね。うんうん、うん、はい、やりたいことやってる感じがするからいいのかな。もしかして。やりたいことやってんのか。はい、ということで一旦曲に入っていきたいと思います。はい、はい、そうですね、今日ゲストのリンさんのリクエストで、うん、久しぶりに懐かしい曲聞きたいなっていう。おお、言ったね言ったね。いうことで、はい、青いベンチ、サスケのさんの青いベンチと、はい、いうことでリクエストいただいたのでそちら流していきたいと思います。はい、はい、では今よし、いいぐらい。はい、ということで流していきたいと思います。え、なんでもない。ちょ、今あのバックの曲がいいぐらいで終わったって思って。ああ、なんか急にぶった切ったなと思って。はい、ということで、サスケで青いベンチです。どうぞ。
あと20秒。流しときましょうかな、はい、音流しとくんで下げますね。はい、はい、2曲目はサスケで青いベンチでした、はい。この番組はガクラジカッコカリ、本日も5時から6時までの1時間放送をしております、メールコメントお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。メールアドレスは761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp となっております。懸命にラジオネームを忘れずにご記入ください、そして、ツイキャスユーストリームでの動画配信もしておりますのでそちらの方もよければ見てやってください。見てやってください。あ、ゲストなんでわからないですよそんなの。あ、ごめんなさい、もうやりません。またごめんなさい、またもう口癖になっちゃったな今。はいはい、ということで、はい、ちょっとお待ちください。はい、もうこっからはでもやめて、怖い。こっからはもうあれですよね、そちらの一応番組なので、はい、一応私はゲスト扱いなので、はい、進めていただくことになるのですが、コーナーとか分かんないから、はい、何が出るのかも分かんないけど、はい、ネタバレされてるけど、コーナーやっていきたいと思います。はい、少々時間がかかる。そういうのは先にやっとけ。あれあれ、はい、食レポカッコカリでございます。はい、このえコーナーの振りがちょっとなんかあれかなって思って、そう、言ってやるんだったって毎回この流した後に、うん、ま、あーって思うんですよね、うん、はい、はい、ということで食レポカッコカリです、はい、このこのコーナーは、はい、自分たちがちょっと興味を持ったお菓子やら、はいはい、期間限定商品やらを、はいはい、食べて食レポしていきたい、食レポしてあれはい、食レポして皆さんに味などをお伝えするっていうね、はい、少しでも興味を持っていただけたらなって思うのと、うんうんうん、語彙力が足りないので、はい、それをちょっとあのラジオを練習台に使うなやっていきたいなっていう裏のね魂胆もあるんですよね。はい、もうガクラジすごいよね、いつもこういうの思うけど、そう、自分たちのためにやるラジオだから、うん、そうそうそう、はい、全くリスナーのこと考えてないからね。そうですね。いや、ちょっと練習するから聞いとけよお前らみたいな、そういうことでしょ。でも楽しいですよ毎回。あ、そうなの、うん、何喋ってるかわからないからダメじゃん。一応言っとくけどさ、ツイキャスで見てる人はいいよ、うん、なんかラジオ聞いてる人って分かんないじゃん、そうそう、なので、うん、それを伝えるべく頑張るんです。ああ、なるほど、はい、見せてやるんでわけじゃないですよ。そっかそっか、ラジオのために の, しょあの紹介 を, 紹介を、うん、なんか ね, ね、沖縄大好きさんが言うには、前回がコアラのマーチ、うん、その前がルック、チロル、ポッキーと、はい、いろいろあったらしいんですけど、私は知りません。私は知りません。はい、そうですね、はい、はい、ということで今日は、小池屋さんで、はい、アボカドクリームチーズっていう、小池屋さんのアボカドクリームチーズという商品を、はい、スナック菓子の商品を食レポしていきたいと思います。はいはい、でこのバックで流れてるのは、カードキャプターさくらのケロちゃんが歌ってます。あ、そうなんだ。お菓子の歌でございます。あー、はい、そういうことか、はい、なんかすげーアイスクリームとか言ってんなって思いながら聞いてたんだけど、開かない。やる？大丈夫？あ、お願いします。はい、絶対上から開かないパターンじゃないかな。じゃあもうちぎっちゃいます。そういうこと言うなよ。後ろからやってみればいいじゃん。はい、懐かしい曲なんですけど、お菓子の、まあ、お菓子のこのお食レポするにあたって、うん、お菓子っぽい曲ないのかなって言って、そのままお菓子の歌って検索したら出てきたんですよ。あ、はい、そういうことか。ということでどうしましょう、はい、数から食レポします、リンさんからします。もうとりあえず私知らないんで、とりあえずね、まずはね、先輩がやることを私が見て。あ、まあリンさんはね、その上行くから大丈夫って話ですよね、きっとね。お人のショップで見るのって面白いね。笑わないで、リンさん怖い。
はい、形は三角ですそうだね、そう、見た目の情報が何もないからね、アボカドクリームチーズとしか言ってないからね。そうなんですよ。でアボカドを使ってるだけあって緑です緑の三角です。はい、ということで、なんかチーズの匂いがすごい濃ゆいんですよ。強かったね、なんか匂いしたら、はい、いただきます。なんか美味しい音しか響かないけど大丈夫そうなんですよ、この食べてる間がちょっと一人だとね、一人だとすいません失礼します、ちょっと一回食べますみたいな、カリカリカリみたいな、そうそう、先に食べてから感想言えばいいんじゃないかなって思うけど違うのか、食レポだもんね、ここはね食レポだから、うん、一緒にねそうか、ゆるいな、ゆるいな、うん、はい、ということで、お、なんかタコスのお菓子があるじゃないですか、うん、三角の、うん、あの形なんですけど、うん、後味はあんな感じです、そのままって感じです食べた時が、あ、味忘れたもうリンさんとだからもうなんか焦るなんでなんかプレッシャーが怖いよほら早く食べろよって言ってないよ別に、はい、どんなアボカドいます？食レポできなさそう思ってる、でも選んだのあなただよ言ってるけど、そう、難しい難しいもの選んだなって思った、思ったより、うん、アボカドの味はそんなにしないんですよ。うーん、チーズはそんなにっていうか、うん、しないしないまあアボカドの味自体が、うん、なんか普通に食べても、うん、やべアボカドみたいな、この強調される味はそんなにないんじゃないですか。まあ確かにアボカドな感じはするけど、アボカド自体の味っていうのが確かになんか難しいじゃないですか、主張することはないよね。あ、主張する、うん、まあまあまあ、なんかアボカドが練り込まれてるって感じ多分そうだと思うよなのでアボカドの味はもうダメだあんまりしないんですが、うん、あのチーズの味が濃いです。あー、チーズ、クリームチーズですかね。そうですね、なんかクリームチーズって書いてありますね。それはそうだよな。そうなんですよ、うん、パッケージはクリームチーズ一切出てないんですが、ちょっと貸して。アボカドのみのパッケージなんですが、うんうん、味は結構クリームチーズですね。食べた瞬間は、うん、もうがっつり本当だクリームチーズで、あー、はい、まあまあそうだろうね。ということで私の食レポを笑ってたリンさんが、うん、素晴らしい完璧な食レポをしてくれる。あ、見て見て、ゴーダチーズって書いてあるよ。クリームチーズよりゴーダチーズの含有量の方が高いよ。そうなんですか、うん、ゴーダチーズの味しかしないんじゃないそれはい、ということでどうぞ。いただきます。はい、はい、この無言ね、にこやかに食べないで、うん、はい、どうですか。なんかこれあの三角の形のやつって全部トルティアチップスっていうらしいんだけど、うんうん、書いてある書いてる、読んだだけ書いてある、はい、あのタコスのやつと、うんうん、確かになんか後味が変わらないね。でもそうなんですよ、なんだろう、辛くはないので食べやすいではある。女性に人気す、うんうん、タコスのやつって、うん、ちょっとなんかトマトの酸味があるじゃん、うんうん、じゃなくってそれがアボカドに変わった感じ。おー、なんかなんていうの、バターっぽいっていうか、なんかクリームっぽいっていうか、舌触り滑らかだぜみたいな後味滑らかだぜみたいな、そんな感じがするね。で多分これ、はい、クリーム、うーん、だってゴーダチーズの方が入ってるそこは気にしないでおそらくクリームチーズはいないんじゃないかないるんですよ、うん、まあ写真にも載ってないんですがね、イメージ図ですが。でもチーズの味がしますね。チーズの味がメインで主にチーズって感じだね。でも美味しいんですよ。そう、なんか、はい、トウモロコシじゃん、うんうん、やっぱり粉がこれ、うん、そのなんかとんがりコーンとかに似てるような味に、うんうん、チーズとさりげなくアボカドがいるような感じだよねそうですね、うん、アボカドっていうだけあって女性には結構、女性は結構好きそうですよね。味もなんかそんな感じはします。美食女子グランプリ2015に選ばれたそうですよ。あら、やっぱり美食女子なんですね。ね、そうなんだね、はい、私は知らないけど私は知らないけど、私は知らない。グランプリを受賞しましたって書いてありますね。あら、はい、ということで、うん、はい、どうですどうですどうです、なんかこれ食レポって感じでいいんですか。
いつもはもうちょいできてる。あ、もうちょいできてるはずなんですが、いつもこんな感じかな。どっち？わかんないです。今回のちょっと難しかったなって思いますね。でもトルティアチップスってさ、うん、基本的に、うん、タコスじゃない、なんかああいう赤い方もそうだけど、うんうん、なんかにつけて食べる系なんですよ、こういうのって。だからこれ単体で食べたら、まあそりゃそうなるよなっていう。まあまあそうです、ね、本当はあの三角のチップスに、うん、アボカドとクリームチーズが入ったこのソースをディップして食べるみたいな、そういうのが基本だったから、練り込んじゃったから練り込んじゃったから一緒になっちゃっただけで、ね、まあでも逆に、うん、アボカド潰してつけても美味しそうですよ ね、うん、ね、これにまだアボカドつけても美味しそうだね。クリームチーズっていうかチーズの味はしますのでね、うん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 、アレンジして食べてみたら美味しいと思います、ね、美味しいと思います、はい、ということで今回ご紹介したのは小池屋さんが出していますアボカドクリームチーズでした。はい、3つも食べました。はい、美味しいですよね。美味しいね。なんかね、 前はコアラの街だったんですけど、うんうん、これ開封したらめっちゃとっても匂いがするんですよ、うんうんうん、で先週はコアラの町の綿飴味の方を、綿飴味、はい、うんうん、あるんですけど、それを試食この食べて食レポした後に置いてたら、うん、横からすっごい綿飴の匂いがしてやばい食べたくなるっていうのが後半頑張るっていう。 あんまりねそういうあれがないから、今回はそこまで匂いが強くないので、うんうんうん、はい、まあ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 、言ってしまえば自分たちの好みじゃないっていうまあ食レポはしにくいやつでしたね。そうだね、ちょっと難しいやつだね、こいつはね。スナック系とか、うん、まあ、これもスナックなんだけど、うん、中にパイ飲み系のやつだったら、うん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 、食感もあるし、そうだね、味も違うしでできるんですが、チップスですってしか言えないもんね。そう、チップスは難しいですね。そうそう、これは高度でした今回。もうだってパッケージ褒めるしかないもん。いいですねこの緑、あ、グランプリ受賞してるそうですよみたいなもう視覚からの情報を必死に、そうそうそう、目で見て読んで味覚はみたいなアボカドですみたいな、分かってるよみたいな感じのことしか言えないんですけれども、はい、はい、ということでぶっちぎったな。はい、そうなんですよ、これ移動するときに、はいはい、あの線が一つしかないので、うんうん、パソコンとスマホを行き来するんですが、うん、スマホで曲は流しているので、あ、はい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 、あの食レポのやつは、はい、あ、メール来てますね、はい、読みましょうか。あ、お願いします。はい、学ラジカッコカリエ、沖縄大好きラジオネーム、あ、沖縄大好きさんですね、はい、あれ上の方見ちゃった今、はい、ラジオネーム沖縄大好きさんからいただきました。2通目ありがとうございます。2通目の沖縄を愛する沖縄の ラジオリスナー、ラジオネーム沖縄大好きです。今日初めての食レポカッコカリはいかがでしたか。こんな感じでカズさんとユカちゃん頑張ってますよ。では最後まで放送ちばりよ、ありがとうございます。はい、はい、ま、そうなんですよ。これ結局何回目です。そうですね、これは6回目。あ、結構やってるかな、もうちょいしてるかな。うーん、4月に入って計画は立ててたので、うん、そのあたりからどうするやるって言って、うんうん、2人で揃った時にやろうっていう話になって、うん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 、揃ったのが6月に入ってからだったのでそうだ、ね、2ヶ月どうしたぐらいの空白を得て6月から始めてます ね、 まあ、ね、はい、でもまあいいね、はい、食レポ過去借りね、コーナーとしてこういう風にやるのっていいかもしれない ね、 さすがなんか若いといいねでも探すのが大変なんですよね。なんかまた旬のものもいいけど、そう、珍味のものも ね紹介していきたいとは思うんですが、その珍味なものを探すのが大変なんですよ ね、 ね、ドンキとか行ったらあるんじゃないのアメリカのなんか変なのとか、あ、もうハッカのグミとか、ハッカのグミとか、ハッカのグミはちょっと食べた瞬間あの吐き出してしまうので、自分は探しに行く旅の方が面白そうだね。そうですね、その過程を実況するみたいな、そうそうそう、ツイキャス自分たちの使ってみたいな、やめよう、あ、そうだ、悲惨になる。ガクラジカコカリツイッターの方もやってますので、はい、はい、そうです、いまだにガクラジリンで IG 頑張ってますのでよろしくお願いします。はい、そうです、いないのにね、いないのにね、まあいるんですよ、ね、いるんですよはい、はい、ということで残り時間が4分となりましたので、はい、先ほど、ですね、沖縄大好きさんがリクエストをいただきました、はい、覚えてます。はい、ね、土屋アンナさんのスイッチオンの方をバックの方で流していきたいと思います。はい、でそのスイッチオンなんですが、はい、仮面ライダーフォーゼの主題歌ということで。あ、そうなんですか。仮面ライダーも見ないから分かんないな。検索したらフォーズがいっぱい出てきたっていう
フォースがいっぱい出てるぜって思いながら、うん、探してたんですが、あれどこ行ったかな、あれ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 さっきめっちゃいい、これこれ流そうって思って、でもなんかアカペラとかそういうのが多くて、カラオケとか、あ、どうします、これつなぎが必要なパターンですか、あれ探しに専念しますか、そうですね、はい、ちょっと締めつつもじゃあ探しててください、はい、大丈夫ですよ、 ありました、見つけました、ですね、歌詞付きって書いてるんですが、もし大丈夫かな、一回試しに流した方がいいんじゃないですか、流してみます、はい、ちょっと試しに試しに、こういうのも許されるよ、大丈夫学ラジカッコ仮だからね、何それ、はい、ということで今つなぎ中ですね、どうだろうね、どうだろうね、はい、じゃあ他の話でもしていきましょうか、これが間の歌なのかカラオケなのか、私は聞いたことないのでわからないんですが、どうでしょう、ちょっと待ってくださいね、うん、もうラジオで試しちゃうあたりね、本当になんか、はい、これは歌詞なしですね、あ、歌詞ね、曲なしですね、 曲なし、はい、あのカラオケですね、ああ曲なしじゃない、なるほどなるほど、歌なしですね、メロディーの方がないやつですね、はい、どうなんだろう、あのですね、こちらの方を流して いきたいと思います、はい、はい、今流れてるのが、土屋アンナさんでスイッチオンです、はい、はい、バックの方で流してますので、はい、ちょっと耳を傾けていただけたら、はい、すいません、ね、ツイキャスの方では聞こえないと思うんですけれども、はい、ラジオの方で流れてますので、はい、はい、リクエストしてくださった沖縄大好きさんありがとうございます、はい、こんな感じで曲のリクエストとかもいただけると、うちの番組は多分ね今でも全然曲の方を用意してないと思うので、そうなんですよね、いつも入ってあれ、はい、今日どうしよう曲、そうありがたいことだと思いますのでよろしくお願いいたします、はい、はい、そんなこと知ってると思うね、あと1分ね、はい、リンさんどうでしたか、はい、久々でねとっても緊張したね、うん、あの初めてではないけどやっぱりね、うん、1ヶ月も空くとね、2ヶ月知らんけどそうね、2ヶ月ですね、そう緊張したね、なんか噛むね、うん、噛んでたね、こんな感じで、もしかしたらこれからまたちょくちょく出るかもしれないけれども、あんまり期待はしないでください、いやー出ますよ、結構出ると思いますよなんか誰かが一人になった時にひょこっと現れて帰っていくかもしれないし、あの通り過ぎるだけで笑って逃げるかもしれないし、いや入れますよ入れますよそうした場合は一人がつないで、あの連れてきますのでねちょっと待っててくださいねってまあ一人だった場合はそこのお姉さんちょっと中へ入ってきてくださいっていやガラス張りって怖いね、なんかねはい、ということで、はい、初めてと言いましてと言いながらラジオ慣れしているリンさんということで、慣れてないの、はい、あと50分なので50分パッパッパ、あ、50秒、50秒、ね、50分とかもうやろうぜ、パッパッパって終わらせていきたいと思います、はい、はい、今週もやろうかこれ、はい、お願いしますはい、今週も1時間お付き合いいただきありがとうございました本日はリンとカズのお二人がお送りいたしました、また来週カズと会えると楽しいだろうね、私は知らんけどそれではまた来週お会いしましょう、バイバイ、あ、そうですね、あの最後のやつが変わって、はい、リスナーが正義に変わりましたので、あ、OK です、わかりました、それでいきたいと思います、はい、せーの、リスナーが正義、バイバイ、なんだこれ。